2015TB145 は地球近傍小惑星の一つである。直径はおおよそ600メートルで、世界時の2015年10月31日17時1分に地球から月までの距離の約1.27倍まで接近した。地球に再接近する際、見かけの等級は10に達したが、当日の月賞は80%程度であった。 最も輝く際には北半球のみからよく見ることが可能となった。2015年10月31日11時には、大牛座の方向、月から約9度のところに位置し、1時間に3.4度移動していた。最も接近する際には、大熊座の方向、月から約56度のところに位置し、1時間に14.7度分移動していた。最接近した後は、 急激に暗くなり、急速に太陽に近づくのが観測された。アレシボ天問題によるレーダー画像この小惑星は2015年10月10日、パンスターズ計画の一環として、見かけの等級が20の時に1.8メートルのリッチー・クレチアン式望遠鏡を使って最初に観測された。10月31日には月から 0.00191au。 地球から 0.00325au のところを通過した。今回の最接近はレーダー天文学の観点からゴールドストーム新宇宙通信施設やグリーンバンク望遠鏡といった施設を使用して研究される。1ピクセルあたり2メートルという高解像度での観測が期待できる2015年で最もレーダーによる観測に適した対象と言える。 地球にこれほど近づく天体は2006年7月3日に月までの距離から1.1倍のところを通過した 2004XP14 であった。この大きさで次に地球に接近するとされているのは1999アン10で2027年8月7日に月までと同じ距離の地点を通る。高い軌道傾斜角、離心率から 2015TP145 は彗星、 小惑星戦移天体なのではないかと推測される。ピーター・ジェニスケンとジェレミー・バーバイリオンによる軌道計算によれば2015年において流星を生み出す可能性はない。流星体は地球の軌道から 0.0007au 以内の場所を通過する必要がある。もし流星体が地球の振動を横切った場合、流星群の放射点はエリダノスザとなる。しかし、 全天流星観測カメラは2013年から2014年にかけて推定される領域には何の活動も捉えていない。205U55 は2011年11月8日に地球から0.8倍のところを通過したが、見かけの等級は21.9という暗いものであった。205U55 は0.04という低いアルベドで 2015TB145 のアルベドを考えれば、 より大きい可能性がある。ありがとうございます。